糸島市のトンボ山中腹にある2本の山桜。シイの木とカシの木とかね、それに巻き割りとしてる枝を広げてるわけね。もうそれがね、ものすごく感動があったんです。2本の桜がつながっているように見えることから、相思相愛の意味を込めて相思の桜と名付けられています。大きな桜の幹は5本に分かれて高く伸びています。見上げると星が散らばっているかのように花が咲いています。こういうのはほとんど桜の根っこです。10年前、この桜を発見し、相思の桜と名付けた長岡秀夫さんです。保護されてないけど一生懸命生きてるね。それが人間の心に打つんね。でこれ見てたらなんか手をつないでるように見えるわけ。こちらから咲いてね。それがものすごく感動があったんですね。家内ともどもね。長岡さんと同じく花が好きで50年連れ添った妻のより子さん、去年秋に急性心筋梗塞で他界し、今年は2人で桜を見ることは叶いませんでした。今年もまた咲いたよ、一緒に見てほしい。この桜にも上空にも枝にも花びら一つずつにも花がいると僕は思ってます。シイの木が一本ね、枝があるでしょ。あれがちょっと小石を邪魔にしてるというかね。でもまもなくそれを乗り越えて枝が伸びるでしょうから、支え合って手をつないで、そして生きていくと、共に生きていくっていうことをね、もう考えていくシンボルだと思ってるんですよね。